はい、今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。はい、今日はですね、自分は43にね、今年なったんですけれど、20歳のね、人間とか、就職、初めて就職した人間と関わることが結構多いんですね。はい。で、その方に対して、僕がね、自分が二十歳だったら、どんなことをね、こう、20代の時に、20歳、二十歳の時にやった方が良かったかなっていうことをね、今日はシェアしたいと思うよね。はい。40過ぎた人間は自分が二十歳に戻れたら、どんなことをね、やっといた方が良かったかなっていうことです。はい。で、まずね、一つがですね、健康ですよね。健康の知識を、正しい健康の知識とか、正しいですね、運動習慣をね、つけといた方が良かったなっていうのはね、すごく思います。で、自分は、まあ、良かったなっていうか、今はそうしてるんですけれど、周りでですね、結構ね、運動習慣が、やっぱり学校を卒業して、学校を卒業するまで結構運動って結構してたと思うんですよ。で、いきなりね、二十歳とか22、大学卒業した途端に、運動をまるっきりしなくなるって方結構多いんですね。で、それが例えば22ぐらいで辞めちゃって、それで20代を過ごして、30代を過ごして、で、40になって、今頃ですね、40代、43ぐらいとかね、42とか41ぐらいになるとですね、急に太り出すんですよね。太り出す人が結構多いんです。で、それは、40になったから太るんじゃなくて、今までね、運動習慣もなく、こうしてきたものが積み重なってきて、で、もう筋肉量も減ってきてですね、食べる量は変わらないっていうんで、それで太るんですよ。ね。で、太るぐらいだったらいいんですけど、太って血圧が高くなった、数値が悪くなった、なんか健康診断の時に中の数値が悪いとかっていうのっていうのは結構ですね、そういうのあるんですね。だから、20代ね、結構、まあ遊びほうけてるとか、そういう、もういると思うんですけど、なるべくですね、1週間にこの何日か運動しようとか、そういうのをね、決めて、20代とか10代のうちにね、まあ一番肝心なのは、その学生の時は時間があるから結構できるんですけど、卒業してからですね、まあ学校卒業して、就職してからの時間、ある程度ですよ、ある程度、その運動とか自分の体をね、こう鍛えるっていうことに、時間を割いた方がいいと思います。そうしないと、結局20代仕事にかまけて、で30、で40になると、もう結構ですね、運動してる人と運動してない人の習慣ってすごく差が激しいんですよね。差が激しくなってくるんです。なので、僕の周りの人40過ぎたら急に太り出したとか、急になんか太り出して、で、太り出したのはいいんですけど、そしたら脳梗塞ね、こうやっちゃったとか、43ぐらいですよ。42とか3ぐらいで脳梗塞やっちゃったとか。で、してる方いらっしゃるんですよ。で、運動習慣ってね、やっぱりね、若いうちからね、つけといた方がいいと思うんですね。運動習慣若いうちから。で、20歳ぐらいの時に、20歳から、まあ、25、30ぐらいまでね、運動習慣つけとくと、その後ですね、結構ね、もう、それが当たり前になって、運動できますんで、2週間にこれ何回って決めてこうやっていくと、それが習慣になってですね、良い習慣生まれて、で40になるとやってない人とやってる人の差がすごく激しくなってくるんですよ。体型の維持とかも、まあ、見た目とかもあるんですけど、健康ですよね。なので20代のうちからね、この運動習慣っていうのはちょっと辛くてもつけといた方がいい。そうすると体力がついて、仕事にもね、仕事でも、ある人は運動してなくてもうヘトヘトなのに、
やっぱり運動してるとね、頭の回転とかも良くなりますし、有酸素運動もいいとかそう言いますよね。なので40になると結構画期的にこう変わってきます。体力の面でも何でも。だから運動習慣っていうのは一つつけておくっていうのは必要だと思うんですね。で、もう一つはですね、あんまりですね、飲酒とかね、タバコとかギャンブルとかね、興味本位で手出さない方がいいんじゃないかなっていうのはすごく思います。で、40過ぎてからですね、こう数字が体のね、さっきの話なんですけど、体の健康診断で数字が悪くなっても、飲酒とかやめられない人多いんですよ。飲酒、タバコ。それで悩んで、で、なんか調子悪くなってからやってやめるとかいう人がいいんですけど、やっぱ飲酒とかね、タバコってね、やっぱあんまりね、いいもんじゃないんじゃないかなっていうのはすごく思います。飲酒はね、適度がいいよって、まあ、昔はよく言われてたけど、適量だったらね、全然。でも、今ね、だんだん変わってきてて、飲酒っていうのはね、リスクの方が高いって言われてるんですよね。なので、あんまりですね、飲酒とかタバコとかね、僕は飲酒はちょっとできないんで、あんまり、ね、調子悪くなっちゃって、タバコはちょっとやらないんですけど、ギャンブルとかもまあやらないんですけど、そういうのに悩まれてる方、40代で結構いっぱいいるんですよ。なので、そういう習慣っていうのはね、早いうちからね、手出さない方がいいんじゃないかなっていうのはすごく思います。で、もう一つはですね、三つ目はですね、歯を大切にすることですね、歯。40とかね、50になってくると、40とか50とか聞くとね、結構みんなね、歯周病とか出てくるんですよ。虫歯よりも歯周病の方が多いというか。なので、半年に一遍とかね、1年に一遍とかメンテナンスをするっていうのがね、僕はいいんじゃないかなっていうのは、すごく思います。余計です。40になってから余計をそう思いますね。周りの人もなんかやれ、歯が痛いとか何とかとか、なんかちょっとこう、口臭がとか。結構出てくるんですよね、40になるとね。なのでこの3つぐらいはあると。で、最後はですね、まあいろんな経験をしておくことっていうことですね。はい。特にね、恋愛経験はね、ちゃんとしといた方がいいなと思いますね。だから、僕の知り合いで、ね、40になってもこれ恋愛したことないっていう、今まで40年間恋愛したことないっていう人結構いらっしゃるんですけど、それはね、そうするとね、結構ね、仕事でもね、女性への接し方っていうのはね、ちょっとうまくいかなかったりするんですよね。特になんか、まあ、なんかちょっとギクシャクしちゃうとか、だから女性の、ちょっと物じゃないんですけどね、こう扱い方っていうかね、なんかそういうのがね、なかなかちょっとこうできないんじゃないかな。なんかこう配慮が足りないんじゃないかなっていうような仕事面でもこう出てくるんですよ。なので、やっぱり上手、その恋愛、特にね、いろんな恋愛でもそうですし、まあいろんな仕事でもそうですし、なんかいろんなね、このどっかに行くんでもそうですし、外国行くでも、まあ旅行でも何でもそうなんですけど、そういう知らないことをね、いっぱいこう経験しとくっていうのは、結構40になると差が出てくるんじゃないかなっていうのは、なんとなく今の時点ですけどね、43の今の時点で思ってます。なので、今いくつか言ったんですけど、悪い習慣というのはあんまりね、興味本位に手を出さない方がいいんじゃないかなっていうことですね。あと、健康運動習慣、いい習慣は積極的に若いうちから取り入れるってことですね。そうすると、どんどんやっぱりね、いい方向に変わっていくと思うんですよ、人生って。なので、ぜひですね、ちょっと取り入れてみていただければとね、思います。はい、今日もありがとうございました。